どうですか。これでもコース幅広いね。同居に外の声が変えず三平みたいで格好悪いからダメ。おじさん、うん、コース休むの。すごいね、こここんなにきつく曲がり込んでるんだ。テントウムシにおしっこされた。あ、そう。いややな。あるよ、うん、なんで大根おろし大根おろしどんな味だっけ。大根おろしどんな味だった。逆にしんちゃんが食べた時は大根おろしの味、大根おろしってなんかちょっとツーンとくんじゃない、辛いんじゃないの。来ないでしょ。来ないので、そしてさっぱりするんじゃないの。わかんねえけど、普通になってて。普通ってなんだよ。大根、うん、大根をおろす、うん、知ってあるな、うん、大根おろし、うん、で大根おろし、それでさ、おろした時にさ、うん、ガリガリになってさ、ジャムみたいになる。ジャムみたいになる。大体って言うとさ、大根ジャムなんだ。大根ジャムなんか。でもあれ加工してないじゃんか。大根なんじゃない。加工してないじゃんか。大根おろしってもともとは大根と変わりないじゃん。すりつぶしたいけど。ただ、うん、ただすっただけだから大根なんじゃん。うん、そうなんだ。大体でそんな感じな。うん、歩きだとまあまあ時間かかるね。時間かかんない。え、かかってないの。そこそこ時間かかるな。うん、時間かかる。で、なんだ、どの辺通ってんだ、この。あ、でもこの辺に跡があるな。そうなの。おしっこかけられる。うん。そうなの。で、指に。あ、指に、あれか。汁だ、苦い汁だ。オレンジ色のおしっこ。うん。身を守るために出すやつだな。なんかそんな風に聞いた時がある、うん、舐めた時はないんじゃねえか、わかんないけど。おしっこなの。だってあれおしっこではないだろう。嘘だ。うん、